はい、速稼塾の久保です。3月11日の朝5時31分ですね、ちょっと忘れもしない3月11日といえば東日本大震災のあった時ですけども、当時私も FX をしていてですね、確か金曜日だったと思うんですよ、地震があって。そしてそれからですね、私はね、これから円安に、急速な円安に向かうと思って結構なロットをその時突っ込んでたような気がします。当時は私 FX の勉強なんてしたことなくって、単なる長反博打のつもりで、レバレッジをかけまくってねやってる時だったんですけども、その時ね、土日と週が明けて月曜日になった時に円安になると思ったら逆に円高だったんですよね。で、強く感じたのは自分の、ポジションはロスカットを食らっては大敗を喫したわけなんですけども、こんな時でも投資やってるやつがいるんだなっていうところですよね。まあもちろん私自身も FX にお金突っ込んでたんですけども、こんな災害でも、こんな大事件でも相場ってのが動いてるんだと思いましたね。まあそれをね、よく思い出すんですよ。で、今日は3月11日ですんで、被害に遭われた方ね、すべての方にまあお悔やみとお見舞いを申し上げたいなっていう、そういう思いとともにちょっと相場解説させていただきますね。それではですね、画面を切り替えてご覧いただきますので、ちょっとこちらの方どうぞ。デイリーですね。デイリーは垂直トレンドがあったじゃないですか、これぐーっとね。その後、今まさにここでですね、上髭を2本長いのを出して下落に転じようとしています。ただこれ下落に向かうんでしょうか。それはですね、これからの時間を見ていただければわかります。4時間を見てみます。4時間、ご覧のようにこういうふうなね、三角のキャップをつけたような形になってますよね。それまでの上昇にちょうど蓋をするような感じです。これが下落していくのか、それとも N 字を書いてね、さらに上がっていくのか、それはね、まだ分かりません。見るのも相場っていう動画で昨日はお話ししましたけども、ちょっとね、ずっと順調に一方向で来てたんですよね。セールにしても前にしても、ここはちょっとね、見ていくところだと思います。1時間の方行ってみますね。ご覧のようにこちらの方にね、こうレンジを作ったじゃないですか。で、レンジをブレイクして上の方に行きましたよね。その後、そのこのレンジをですね、ぐーっと横に伸ばしていきますよ。さあどうでしょうか。このレンジを突き破っていくようでしたらセルにかけることができます。ですので、ここを破ってね、少なくともこのヒゲ先を抜けたらエントリーします。108円の130あたりじゃないですか、セルで持っていくのは。で、これが一つ目の仮説で、二つ目っていうのは、ここをぶち抜いてやっぱ上昇してですね、この高値を超えて109円110円の方向に行くっていうシナリオです。さあどっちでしょうかね。今のところ分かりません。もう一つ考えられるヒントとしては、ディセンディングトライアングルが形成されつつあるってことですよね。まあ、この辺から引いてみましょうか。確かにここはないんですよ。ここはないんですけども、このように見るとどうでしょうか。ディセンディングトライアングル、つまり抜けやすいってことですね、下の方に。これが見えるんですよね。ただ今どっちの方向に向かうかすいません、わかりませんので、見るのも相場と昨日言いましたけども、もう1日少なくとももう半日見ることになると思います。今の時点ではエントリーポイントは全く見えてきません。ただ2つの仮説が成り立ったってことです。それはディセンディングトライアングル、もしくはゾーンっていうものをね、抜けて下に行くのか、それともやっぱり上昇に戻っていくのか。まあ今となっては下の方に行く可能性が強いなと思ってるんですけどね。ただ長期的に見たらやっぱり109円110円の方に行くんじゃないですか。というのがですね、これからドル高に向かうのか、それとも円高に向かうのか、バイデンさんがね、大幅な財政出動したじゃないですか、200兆円規模の。これはね、ドルが薄まるっていう風な見方もあるんですよ。要するにドルが供給されて海外から物が買いやすくなるわけですよね。そうなると対円に対して、ドルっていうのは薄まっていく、要するに安くなる可能性があるんですよ。ただドルってものがものすごく非常に使われ出しますんで、もしかしたらね、
円安になるのかなとかね。で今度はそれに対応してですね、さすがに200兆円の財政出動、史上初ですよ、こんなの。これを受けてドル円のバランスを壊さないように協調介入せよという形でね、アメリカからも圧力がかかるんじゃないかなっていう気がするんですよ。そうなると日本政府も何らかの形でね、国民生活支援で30兆円とかドカンと第一次補正予算で出してくる可能性もあるんですよね。ちょっとわかんないですね、そこまで考えるとね。とにかく今は見ないといけないです。それから3月4月はちょっとこう荒れ場が来るんじゃないかなと思いますね。ここまでね、財政出動があると相場の方は多分今までの動きを持ちこたえれずに壊れていくんじゃないかなと思うんですよ、一瞬で。トレンドの方向に戻るまでにしばらく時間を要すんじゃないかなと思います。まあここは投資家としてちょっとね、ファンダメンタルがかかってきますけども、まあ私のね、相場解説でファンダメンタルがかかってきたらいいことはないんですけどね、テクニカルオンリーで言ってるわけですから。ただやっぱりね、バイデンさんが就任した時にそうは言っても戦略を変えたわけですよ、私は。セル戦略からバイ戦略に、それが見事に当たったってことも考えると、ファンダメンタルズもちょっと意識していかないといけないかなと思います。ということで今後はですね、私の相場解説、まあ、私の熟練度が上がってきたってことも加味してですね、ファンダメンタルズも9対1ぐらいで入れていかないといけないかなと思っております。当然相場っていうのはファンダメンタルズも作用してますからね、それは現実です。今まで私は排除してきただけなんですよ。ということでね、今日もちょっと見ていきましょう。あまり面白くない放送で申し訳ありませんでした。では。